絶好調に。おはようございます。今日は朝から日頃よりもテンション高いですよ。なんちゅうでも今日の鴨明さんのお題は最近撮ったスマホでなお気に入りの写メを載せてくださいみたいな感じで、それこそ昨日撮れたての先週からまたちょっと自撮りから体のね体の締まり具合をちょっと確認する自撮りを取り出したんですよ。で前はねキックボクシングの神田塾のその終わった時に集合写真をいつも撮ってたんですよね。でそれでだから週に下手したら3回ぐらい自分でこう自分の体のラインをやっぱ見てたんですね。撮ってたんで撮らないといけないからやっぱ体を引き締めてたんですよね。で意識が入っちゃったんやけど、こっちの施設に変わってからちょっと最後笑いヨガの動画を撮ってたんでね、自分の体のこう上半身脱いだあれを撮ってなかった。でやっぱそうするとね、体重は変わらんのやけどやっぱ体が緩んでくるんですね。やっぱね、そうやっぱ見られてなんぼですね。なんでね、先週ぐらいから、先週っていうかたまに撮ったりしとったんやけど、先週ぐらいから週に1回やっぱちょっと撮ろうかなと思って、で、昨日は2週目の自分の体の写メをこの女子率な 80% 以上のこのオンラインサロンの中にこう男のまあトランクス1枚の写メを載せたというまあここはもうね、一応規約だけしっかり守れば、でも、もうどうリンクなんか動画とかなんか動画やないリンクを載せたら NG なんでね、でも男の上半身裸の写メのしたらダメとかは規約に、これこの後できるかもしれんけどまあ出てないと思われるのですいません。ちょっとでもコメントは温かい、みんなかっこいいとか素敵とか、そういうコメントを入れてくれてたので、後から大切に返信しようかと思いますそんな朝はちょっとドキドキする出来事が起きました目覚めてそのお題見て、やっぱり一番最初にはみゆちゃんとか、孫の写メをね、で孫も写メ撮ってないんですよ、全部動画やけね、お題が写メなんでね、動画を載せるとやっぱりこれはまた動画じゃないですよっていうお達しが来ると思うので、たらもうそれしか僕は毎日毎日もう全部消去するんでね、もう膨大になるんでデータがもう消去してしまうので、もう昨日撮ったのがたまたまそれしか残ってなかったので、そうね、でも本当ほとんど動画撮るんでね、写メがないんですよ最近。はい、そんな感じでめっちゃ毎週体の引き締めの写メは撮っていこうかなと思います。はい、で昨日は、まあ、野球の試合があったんですね。これは本当に、コールド勝ち、1回戦コールド勝ちという、でも怪我人が出たり、まあ怪我しちょった子が復帰したり、急遽その子が投げんといけんごとなったりとか、もういろいろ怪我する子は怪我する子で、やっぱりねトレーニングのこう姿を見ててね、ああこうしたらいいのになと思うけど、まあその子はそれが今がベストなんですよね。でやっぱりそういう怪我が起きる、やっぱどうしてもねごめんなんか伝わりにくいで、やっぱもう日頃のやってる姿がやっぱそう出てしまうので、うん、やっぱそうやって怪我してしまいますね。はい、でも本当でよくよくこうね、もうなんか発展途上国
ですね、発展途上のね子たちの試合を見るとハラハラドキドキなんやけど、結果コールド勝ちというねあれをしたんやけど、でほとんどが2年生なんですよ、ほとんどがね、1個下の子たちが上の子に挑戦してるみたいな、もう6人かな、6人2年生なんですよ。竹ね、よう頑張ってるなとね、本来だったらその3年生のチームの中に2年生が1人ぐらいですよ。2人入るってあまりないですからね、そんな状況の中でも6人2年生が出ないといけない、だから本当におーおーっていうようなね今それかみたいな、ことが起きるんやけど、でもそれはもうしょうがないですね、もうみんな出ないといけないので、まあでもいい試合でしたね、で今日どうなんやろ、雨降ってますからね。で今日ウォーキングの大会やったんやけど、これはね雨降って一応結構って言いよっけど、いやいやいや、みゆちゃんはみゆちゃんと一緒に歩くんやけど、なんかカッパ着てとか言いよったけどね、風邪ひかれてもね、まあちょっと考えよう今から。はい、そんな感じで野球だったんですよ昨日は。でね、孫をもうすごいですね、2歳、まだ3歳になってない、3歳からうちのキッズの教室は受け入れるんやけど、もう2歳ちょっとぐらいから無理やりやないや、騙して連れてきてもうほったらかしにしてるんですね。でもね、最近行こうって言ったら、まあまずね、ダンス行く、ダンス行かん、アイス食べる、ダンス行く、ダンス行かん、トマス見る、アイス食べる、じゃあ行こうって言ったらスクッと立ってねもうすごい餌をまいて、ほんでもう連れてきたら、もう俺がおらんでもキャッ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 走り回ってたんでね、昨日ダンスの教室もね、なんかすごい子供たちはもう1週間1週間成長していて、俺の教室でもだいぶ参加できることが増えてきたので、ありがたいです、ありがたいっていうか、なんかワクワクしますね、孫見てるとまあほんで昨日はね、夜の月1回のおしゃべり会っていうのがあるんですね。でこれでね、やっぱね今回すごい感動したのは、やっぱね、その純ちゃんって主催してる人が昨日ね、俺のことをすごい褒めてくれたんですよ。んでよく身内は4割増しに褒めなさいと、ひとりさんが言ってるんですよね。で昨日は本当に純ちゃん、こう一番今まで身近に一緒にね、付き合いのある、まあ俺ともう一人、もう一人の、まあ、名前出したら微妙やけ、もう一人の人と、ほんで元の職場でね、古い付き合いの人のことをね、すごい感謝してるとかね、褒めて、言ってる姿を見て、やっぱ嬉しいんですよ、すごいなと思ってね、そこまで1ヶ月経つほどにみんなにね感謝の言葉をすごい昨日は言って、いやすごい人だなと、だいたいね今まで接して仲間でね、この人とこの先やっていくんやろうなって、まあ、特にこれが一番最初がお嫁さんですね。でね、俺とにかく血液型はね信じない人もいるけど、俺も血液型全く信じなかったんやけど、まあ、A 型の人はね、なんか半目になるんですね最終的にじゃあなってたんですよ今まで、こうね協力しますよとか、なんかこうとか、女性の人ですね、でお嫁さんが A 型なんです。
で半目になってからのこう接しこうねあれがもうすごいきついんですよ。でそのじゅんちゃんって方はね A 型なんでねきつくなるんかなと思って言ったらね違うな、この人はやっぱちょっとすごかったですね。また魂がすごい向上してたんじゃないんですか。だからもう本当俺の想像はどんどん超えていってる。大型の人はねなんだかんだ言いながらねこういいよってしょうがないねみたいな付き合いをしてくれるんですよ。もう B 型は我が道を行きますからね、はいはいってああそうなのねって、まあ、こっちがすごいちょっと何もういいやそんくらいでこっちが広い目で、見てたら全然問題ないので。でも AB 型はね一番付き合いやすい。何か同じ話をしても今聞いたみたいなで聞いてないんでしょうね。いつも同じ話しても全然新鮮な驚きで聞いてくれるAB 型、うん、一番気が楽ですね会話するのに。でこれはなんか俺もプリ血液型を信じてなかったやけど、結果論として付き合って今までこうバーってね俺の仲間になってこう、まあ、離れていった人とか離れていった人とか、戻ってきた人とか、まあ、今ずっと付き合いのある人とかもうなんかそんな感じなんですよ。ただこの純ちゃんだけは A 型でなんかどっかで半目になるんかなとか思いよったらちょっとグレードアップして昨日はちょっと本当感動したね。すごい純ちゃんね、いつかなんかまたちょっと話す時があったら、いやあなたすごいねって、すごかったねこの間って、神降臨してたねって、うん、俺はめっちゃ嬉しかった、嬉しい、あんなに褒めてもらえるとこんなに嬉しいんやって思えた昨日の夜でしたね。はい、ありがとうございます、感謝してます。そんな感じで昨日はもう本当に昨日も一日でラオウのわけのわからない自分大好き話で締めくくられて今日も夜サウナで、ラオウとね、話しますけど、1週間の締めのトークがありますけど、そんな感じやな昨日も良かったです。はい、じゃあ今日のひとりさんの言葉は、怖くても平気だよ、何にも起きないから、怖い時に怖がるなと言っても無理、ただ実際には何も悪いことは起きない、どうしても心配ならついてるついてるって100回言ってごらん、心の底から勇気が湧いてくるから、そして何も悪いことが起きないのを実感できる、本当についてるって魔法の言葉だよね。うん、これはもう本当にもう常になんかやっぱ現実社会生きてたらこうメンタルがちょっと停滞したりとかね、人には分からんけど心がちょっと曇ったりねした時に、歩きながら歩行に合わせてね、歩きついてる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 ってこう歩いてると、なんかねやっぱ気分が晴れてくる。そうだ、ついてるってすごい言葉だなって思いますね。ついてると大丈夫はもう本当になんか僕の中ではすごい最強の言霊、いろんな言葉があるけど、そうですね、うん、この2つは一生何がどう変わってもこの2つの言葉は大丈夫とついてるは言うんだろうなって思いますね。うん、俺の中で最強の人生を切り開く言霊です。はい、こんな感じで、いやもう昨日はねやっぱ純ちゃん人に褒められるってこんなに気持ちいいことなんやって、思えた日でしたよかったね。はい、ほうほうはははほうほうははは
イエーイ、いいぞ、いいぞ。イエーイ、オッケー、大丈夫、デジカよ。大丈夫、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 大丈夫。なんとかなる、デジカよ。なんとかなる、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 なんとかなる。ついてる、デジカよ。ついてる、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 ついてる。昨日、純ちゃんがね、柏で、俺、あの、ひとりさんとこのくじ切りをするんでね、インピを通した。くじ切りをするので、こう、これを最近してなかったんやけど、やっぱ、乗ってる時のこれって音がやっぱ違うらしいですね、意識せんやったけど、ちょっとそれを聞いてやってみよう。神社行ってね、自分のその日のなんちゅうメンタルちゅうかね、長女の家がね、神社の裏に建てたので、なんかいつも神社に行けるような感じなので、いいとこに立ってくれました。オッケー。じゃあ大丈夫でしょうかよ。違うな。いいんかな。大丈夫でしょうかよ。大丈夫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 。なんとかなるでしょうかよ。なんとかなる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 。ついてるでしょうかよ。ついてる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 。ついてる。よし、じゃあ高評価ボタン、チャンネル登録、体に話、メンタルに話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。そう、ほんとね、久しぶりに昨日ね、再生回数見てみたらね、5回とかね、6回とかで、ね、まあただね、もうこれはね、こうこの間も言ったけど、記録を取ってるんですね、毎日の記録を。昨日こんないいことがありました、こういうことがあったけどこれをいいことに変換しましたとか、うん、それを毎日毎日記録を取ってるんですね、自分のために。とやっぱこうやって喋るっていうのを今やっぱもう講演会がね、もうできない、やっぱこう予定組んでもやっぱキャンセルですっていう連絡が来るんでね、もう今講演会できないけど、やっぱこうやって俺の講演会は常に一方通行なので、バーってずっとね、自分一人で喋るっていう、やっぱトレーニングをしようかないといけないので、そのためにやってるので、再生回数が一桁でもやり続けます。で、やれる限りは。OK、じゃあ、終わりましょう。おう、じゃあ、17本も喋ったね。4球で終わろう。ついてる笑顔で、2、8、プチプチ。